はい、えー。戦場のメリークリスマス。えー、メリークリスマスミスターローレンス。えー、略して千メリの、えー、ネタバレをいたします。えーまあえー、4K 修復版でね、えー、見てきまして、で初めて、えー、映画館で、えー、しかも全編通して見たということなんですよね。で、まあ、想像通りだったんですよね。まあ映像 インパクトのあるところはもういろんなところで目にすることがあって特にまあラストのたけしさんのメリークリスマスミスターローレンスはまあいくらでもね流れてくるわけなんですよね。であとデビッド・ボーイと坂本龍一さんのキスシーンもね、えー、まあ有名ですよね。 えなので、インパクトのあるシーンっていうのは、まあ、もう大体見ていて、えー、まあ、そもそも、このメリークリスマスミスターローレンスっていう戦場のメリークリスマスってタイトルがあネタバレなんですよね。だから、まあ、猿の惑星のジャケットに近いですよね。タイトルでネタバレしてるっていうね、えー、ことなんですが、えー、まあ、えー、 ちゃんとね、見たことがなかったので、あまあこういう映画だったんだっていうね、えー、驚きはありました。えー、それはですね、デビッド・ボーイの回想シーンですよね。で、あれってほとんど、えー、まあ、ダイジェストとかでは流れないと思うんですよね。で、初めて見,見たんですが、 あなるほどと。まあだからなんだってね。だから回想シーンがあることでこの映画がむちゃくちゃわかりやすくなっちゃってるっていうのがね。もしかしたら回想シーンいらないんじゃないかなっていう気がしますね。回想シーンがもしなかったらもっと難解な映画になってて、それはそれで良かったんじゃないのかなと思うんですが、まああれですよね。えー、BL ですよね。えー、そしてまあ、えー、最初があの、そう、挑戦、 えー、人軍族の人と、えー、捕虜とのね、えー、暴行で、えー、まあ、両方ともですよね、えー、両思いだったのかなっていう感じですよね。それで、まあ、えー、自害してしまうという結末を迎えてしまって、それから、まあ、あれですね、えー、坂本龍一とデュビット・ボーイですよね。まあ、これが、まあ、わかりやすいんですよね。えー、両方とも音楽家、 なわけですね。えー、まあ、坂本龍一が今、その時どうだったのかちょっとわからないんですが、えー、YMO もやっていたのか、やってたんでしょうね。で、えー、まだか世界的な、日本を代表する世界的なね、えー、音楽家と、えー、もう、世界を代表する、えー、世界的な音楽家が、まぁ、創始愛っていうのは、まぁ、あ、わ、まあ、かりやすいですよね。そして、 その間にいる中間管理職的な立場な、えー、ビートたけしと、それからミスター・ローレンスのこの3人の関係、そして盾、まあ、その間に、まあ、えー、いろんな、えー、大佐とかがいたりとかして、それはそれで、こう、片思いで、あの、デビッド・ボーイをね、えー、殺そうとした人とか、えー、それぞれの片思いが交錯していくという、 まあ、割とわかりやすい展開だったと思うんですが、えー、まあちょっとね、えー、気になるなっていうところは、その、ビートタケシがですね、えー、まあ、最初は1942年の Java ということなんで、えー、まあ、英軍ですよね、英国軍の人をフォルーにしてるんですが、えー、まあ、 4年経って1946年終戦が終わって、戦犯処理が始まって、で、まあ、坂本雄一はすでにね、処刑されているというところで、たけしが英語を流暢にね、覚えてるんですよね。これが、1942年段階では、戦争を有利に進めていた日本軍、 の捕虜という,いう立場で英国軍の、えー、ローレンスと、えー、接しているのでローレンスの方が日本語を使っててタケシは英語を、えー、使わないとただし、えー、そこにやはり、えー、愛があるんだなっていうのはタケシもちょっとずつ英語を覚えていってそして最終的には1946年では、えー、自分がもともと捉えられたっていうことも、えー 負けた方の人間だっていうことで、えー、英語も覚えてるんですが、その英語の覚え方が卑屈ではない感じなんですよね。やはり、まあ、戦争という、ねえー、ものがあったとしても、まあ所詮人間同士なんだよ。だからお互いのことを知りたいから、えー、相手の言語も えー、習得するっていう、割となんかバベルの塔の逆の話になっていて、とてもね、面白かったなと思うんですよね。それがあの、たったあと5分、10分の最後のシーンにね、全部集約されていて、まあそれは結構さすがだなと思いましたね。そしてまあ、たけしがね、 えー、クリスマスの日に呼び出すわけなんですよね。あの、ローレンスとディビットボーイを。そして、自分は、えー、ファーテルクリスマスだっていうわけなんですよね。で、私、最初わかんなかったんですが、あれがファーザークリスマスってことらしいですね。で、ファーザークリスマスっていうのもわかんなかったんですが、まあ、調べるとクリスマスの精霊ということで、まあ、サンタクロースと、えー、イコールみたいな感じで、 映画内では書かれているんですが、全く違うらしいんですよね。もっと土着の、えー、サンタクロースの元になったものみたいな解説になってたんですが、まあ、緑の服を着ていて,、えー着て,いてえー、クリスマスの妖精みたいな形らしいんですよね。で、まあえー、サンタクロースの方は、まあ、聖ニコラウスとか、あとコカ・コーラの方の赤い服を着た宣伝で、まあ、サンタクロースという風にね、 えー、広まっていったっていう話なんですが、まあえー、まあその当時コカ・コーラは日本ではね、えー、売られていたみたいなんですが、まあ、敵国の飲み物ですし、まあ、自動販売機ができたのは1960年代、えー、後半だと思うんで、まあ、そうですね、あのー、日本で自動販売機最初に作ったのもコカ日本コカ・コーラですよねなので、えー、私の、えー、親の世代ぐらいが初めてね 戦後世代ですね。 初めてコカ・コーラ飲んで、えー、まずいと。薬の味がするって言ってた世代ですね。えー、なので、えー、まだね、えー、そういうサンタクロースっていうのが、えー、その、たけしの中にはね、来てなくて、えー、それがファーズ、えー、ファーテルクリスマスね。ファーザーの th をてって呼んで、ファーテルク。まあ、それがドイツ読みなのかどうかはちょっとわからないんですが、まあ、ファーテルね、えー、クリスマスというふうに言っていたんですが、 まあそれが、えー、時を経って1946年だと、ファーザークリスマスになって、そして最後、えー、ローレンスにメリークリスマスミスターローレンスって、言、えー、うね、ところが、やっぱり、ここまでの流れがあってからこそのあのタクシーの顔のドア,アップのメリークリスマスミスターローレンスなわけで、まあ、 テレビとかではね、そこだけ切り出して見せられるんで <laughs>、えー、えもう感動がね、全然伝わらないんですが、その今までのその2時間の流れを見てで、あのセリフっていうのがね、えー、とてもいいんですよね。で、まあ、デビッド・ボーイがまあ、むちゃくちゃ綺麗でね、で、まあ、坂本隆一がね、えー、To be or not to be, that is question っていう、まあ、そういうね、え楽、ー、があるところをね、こう出してきて、 えー、そして、まあ、茶番だっつってねこのなんつうんですかね、えー、スパイをねあぶり出すためなんですかねそこら辺はちょっと映画,映画の中ではちゃんと描か,れて、えー、描かれてなかったと思うんですがそのスパイかどうかね、えー、自白させるために、えー、銃殺系の。 えー、茶番をやって、それでも吐かなかったから、あ、まあ、こいつはスパイじゃねえんだっていうことで、えー、普通のね、不、え、良、ー、扱いっていうことにするシーンなんですが、まあ、あのやり方も、まあ、坂本隆一がまあね、裏から手を回したんじゃないのかなと思いますね。まあ、そしてまあ、えー、デビッド・ボーイのね、えー、回想シーンがなんで入ってるのかっていうのなんですが、 これは、えー、デビッド・ボーイがね、えー、昔ですよねその弟とね、えー、仲良くしてたんだけど自分が、まあ、一気にデビッド・ボーイになりましたよねそれも笑っちゃったんですが <laughs> デビッド・ボーイがむちゃいきなりデビッド・ボーイがデビッド・ボーイになって、えー、そして、まあえー、まあ出来の悪い、ねえー、弟が出来が悪くないんですが、まあ、見た目が悪い弟が入ってきて まあ、いじめられっ子ですよね。弟が入ってきて、えー、そして、それが新入生歓迎会でいじめ、イニシエーションをしているときに助けに行かなかったっていうのをずっと、えー、罪の意識を持っているんですが、まあ、それを坂本隆一にね、えー、ぶつけてるわけでね。坂本隆一が、まあ、罪を犯そうとして、まあ、もう、犯してしまったんですが、まあ、その時に、 えー、これ以上やめろっていうことで、えー、許しのキスをするっていうね、えー、弟にはできなかったことを、えー、まあ、坂本隆一に、えー、するわけですね。その、えー、思いをね、えー、くらった坂本隆一は、まあ倒れてしまうんですが、えデ、ー、ビットボーイはそのせいでですね、えー 生き埋めって首だけ出して生き埋めっていう。まあ日本のヤクザがよくやるやつですよね。あれだから首だけ出して地面に埋めてそれで車で引くみたいなそんな映画あったような気がするんですが <laughs>。まあ坂本隆一がですね、その捕虜の病人をね、整,整列させてね。でまあ一人亡くなるわけなんですが、まあその時にね、 えー、罪をね、さらに誰かね、確か切ろうとしたのかな、えー、そうですよね。あのー、大将ですよね。キャプテンを切ろうとしたときに、えー、デビット・ボーイが、えー、かけてって、で、キスをして止めるっていうね、えー、坂本隆一を許すっていうね、えー、そういうシーンなんですが、まあこれは、えーまあ、デビット・ボーイがね、 えー、弟にできなかったことを、えー、正しいと思ったことを、えー、坂本隆一にするということで、えー、まあ、あの、弟のあの、そがですね、えー、弟のその、あの家みたいなのが、まあ、天国にあるのか、本当にね、まだ存在するのか、ちょっとわからないんですが、まあ、天国なんじゃないですかね。まあ、そこに、えー 坂本隆一を、えー、止めたことによって、えー、入れる弟の許しと得て、まあ自分の心の許しもあると思いますが、えー、弟の家に戻れるっていうね、えー、坂本隆一に感謝してるというね、そういうことだと思いますね。まあ、たけしとローレンス、 と、それからこの坂本龍一とデビッド・ボーイ。そして最初の朝鮮人軍族の方と、それからオランダの捕虜の方ですかね。まあ、この三つは直接的には絡まないくて、真ん中に一人、誰かがいて、それが縦方向に直界をね、出していくという、まあ、割と直線的な映画だったと思うんですが、 まあやっぱりデビッド・ボーイと坂本龍一のね、偉業ですよね。異業さ。これが、この映画のね、肝なんだろうなと。もうこの二人がいなかったら、ただのおっさんたちの BL になっちゃって <laughs>、そう、見てらんないやっていうことになると思うんですが、坂本龍一とこのデビッド・ボーイのこの絵力によって、そして、 その、まあ、存在しない人がそこに存在しているっていうね、えー、この力強さが、この映画のね、えー、を引っ張っていって、最後ね、二人ともあっさりね、えー、いなくなっちゃうんですが、まあ、神になったっていうことですかね。それでまあ、えー、たけしとローレンスは、その、たけしが、えーえー、自分の神ではないね、 まあ、クリスマスですよね。えー、クリスマスを、えー、祝う。それは、もう、占領下の、えー、占領下ではないですね。えー、日本がまだ勝ってる時、えー、天皇万歳の時でも、えー、クリスマスを祝うっていう、そしてテーブルには、えー、リンゴが置いてあって、まあ、ワインのカレーに日本酒が置いてあるわけですね。なんで、たけしはたけしで、えー、クリスマス、えー、相手の、 文化、そして神を分からうとしていて、そして、えー、ミスター・ローレンスも、えー、最後のクリスマスのシーンで、えー、酒は美味しい、酒はいいや、いいよ。だから、ワイン、本当はクリスマスがワインなんですけど、そこで、えー、ミスター・ローレンスが、えー、酒を褒める、日本の日本酒を、酒をね、えー、褒めるということで、お互い、 が分かり合うっていうことをね、ここで、えー、表現してるんじゃないのかなってね、思いますね。まあ、それで最後に、まあ、たけしのあの、メリークリスマスミスターローレンスが、えー、聞いてるわけなんですよね。えー、というわけでですね、<laughs> まあ、えー、猿の惑星に、 匹敵するね、ネタバレ映画であるこのメリークリスマスミスターローレンスなんですが、えー、映画見てるとあれが最後に来るんだっていうのはね、えー、忘れちゃうぐらいなんで、えー、ぜひね、えー、もう終わっちゃうかもしれないんですが <laughs>、えー、ぜひ、えー、映画でね、それから 4K 修復版見れるんであれば、えー、ぜひね、見ていただいて、見た後は千メリが引きたくなったら、えー、YouTube でね、えー いろんな動画がありますんで、えー、練習すればいいかなと思いますね。もう弾けない人は打ち込みもでもいいんで、一回一曲だけでもね、えー、作ってみたらね、面白いんじゃないかと思います。